さん、こんにちは。なんか荷物が届きました。赤十字血液センターから献血推進課で、ね、でっかい箱。これほら、ちょっと開けてみますね。なんだろう。献血を70回以上やりましたんで、東北震災で、始めて以来ね、約10年か。10年で70回できました。それで、70回に到達すると、なんかもらえるのかな？なんだろう。すごい箱ですね。ドーン。なんだ。なんだなんだこれ。岡山県赤十字友好会入会のご案内。銀色友好賞というのが来てますね。ちょっとまず手紙を見ましょうね。手紙。なんかね、もう切って回ってあるし。でこちらにはなんでしょう、会社が出てますね。岡山県赤十字友好会役員名簿、岡山トヨペット代表取締役、まあね、岡山料理ホールディングス、あ、プラザホテル、K コーポレーションですね。まあ上ね、あとはどんどんなんですけどね、ゼネコンとか中国銀行とか名を連ねてますね。はい、ということで、まあ地元ではね、有力な会社ですね。それから次は何だろう、快速みたいなの持ってますね。まあこの辺はよくわからない。で、次は入会のご案内。日本赤十字社の血液事業につきましては、弊社より深いご理解とご協力賜り、厚く御礼申し上げます。またこの度はこれまでの献血功労により、日本赤十字社友好賞を受賞されましたことを心より、あ、これはそのまあ日本全体のね、赤十字の私の活動に対して。献血の活動に対して厚労省を受容することができたんですね。はい。で、人類福祉の増進に寄与するとともに、友好会員間の親睦を図ることを目的として設立された、日本赤十字社友好賞の受賞者等により組織された団体があるので、そこに私は入会できるんですね。3000をご納入いただくことになりますので、3000払わないね。まあ3000ぐらいいいかな。でまた本庄におつきましてはすでに入会員の方にも届く場合がございますが、入ってはいないのでね。3000払うとまあすごい会に入れるんですね。うん、ちょっと考えましょう。3000円、うん、これははがきを送ると請求書が来るかな、ね。まあ払ってもいいでしょう。3000円でこれどんなものが入ってるんでしょう。なんか手紙がまた入ってますね。開けてみますね。これは、あ、ちょっと私の名前なんで、ね、あなたは70回に及ぶ件です。だから要は70回で賞をもらえるんですね。多大なる貢献をされました、そのご功労に対し感謝の意を表し、ここに銀色友好賞を贈ります。あ、この上に金があるのかな。銀色賞ですね。で作者プロフィールであって、こちらは多田美葉さんかな、はい、もうお亡くなりなのかな、はい、女子美術大学の卒業されているということで、まあ、何しろ、日本 の, その美術上のすごい方なんですね。帝国ホテルロビーにか、壁画があるんですね。すげえな、壁画を収めてる。何しろもう帝国ホテルに出せるような、あと彫刻の森美術館とか上海にも海外にも出品してるんですね。じゃあどんなものなんでしょう。次は次の箱を開けると、あ、こんな何かっていうと丁寧に包装されている。お、これコップ、ワイングラスですかね。コップですね。何にも書かれてない、何にも書かれてないぞ。なんか
書いてほしかったの、このコップに。そしたら飾っておけるんだけど。ね、これが、あれです。銀色友好賞の品物です。はい。70回ね、研究すると銀色友好賞へ。100回いけば金色になるのかな？わかんないですけど。はい。70回でこういうものがいただけたということで、社会的ね、貢献がね、できたということで、私もすごい嬉しいです。はい。また次の、100回を目指して、あと30回ですけど、ですね、体の健康に気をつけて、献血に貢献したいと思ってます。はい、以上です。